あの、まあ、トマス・ホップスがですね、リヴァイアさんという、まあ、論考を書いて、それが非常に大きな言い方だったわけですけど、社会契約論でその、えー、国家というものの成り立ちを説明したわけですね。で、えー、その中でホップスは結局その、えー、まあ、自然状態においては、人間は万人のための万人万人のた、万人の万人に対する闘争に陥ってしまうんで、えっ、ー、と、我々安心できないと。 だから、その、えー、我々の持っている自然権、もっともと持っている権利のですね、一部をですね、国家に譲り渡して、で国家がリバァイアさん、まあ、聖書に出てくる怪物ですね、として、まあ、全権を持つというか。 え、ソヴァレニティを持つというような、え、ことをすることによって、その国家に自分たちの権利を守ってもらうんだという、生命とかで財産とかですね、そういうものを守ってもらうんだって、これがまあ、有名なその、リヴァイアさんの社会契約論なんですけど、で、これはまあ、それなりにみんな納得すると思うんですよ、その、え、まあ、無政府状態、アナーキーっていうのは非常に危険であることは事実なんでね。だから、その、うん、まあ、国家というものは必要枠というか、まあ、完全じゃないかもしれないけど、必要枠で、で、国家というものはその結果、その、まあ、 え、なんですかね。えっ、ー、と、我々からその社会契約によって付託された力を行使すると。え、それには基本的に限定がないというような、えー、理解だと思うんですけど、でもこの論理には極めて致命的な欠陥があって、その外部性ですよね。で、国家の中にいる、えー、人に対しては、えー、そういう社会契約論で説明できるかもしれないんだけど、その国家が向き合う外ですね。 これに対して、その、リバイア賛成を発揮して、無制限なことをできるとなると、その、国家の外にいる人たちは、ま、あこれ同じ人間であるはずなのに、えー、 まあ、例えば戦争とかで殺されてしまったりとかするということが起こると。これがですね、おそらくそのトマス・ホップスのリヴァイアサロンの致命的な欠点で、で、それは現在我々が直面している問題につながっているんだと思うんですね。国家というものが、あの、主権を持っていると。主権というのは基本的に制限ないと。で、国際法はもちろんその様々な制限はですね、えー、まあ、 自後的に作り続けてきたわけですけど、例えば戦争犯罪なんて概念もそうですよね。あるいはその条約ってこともそう。そういう形で、そのリファイアさんとしての国家の、えー、できることを制約するという方向に来てるんですけど、ただ今、ロシアがウクライナでやってることとかを見るとですね、あるいはそのプーチンが核兵器を使うみたいなことを脅してるのを見ると、これリ国家とし、リファイアさんとしての国家の暴走というのは、これもう制度的に、あのー、それを、まあ、抑える方法ってないわけですよね。 ですかから確かに国家は、えー、我々の自然の権利を守るために誕生したものかもしれないんだけど、あのー、それに無制限の主権を与えるというこの枠組み自体が、その外部性、国家の外部性を考えてない,い点において致命的な欠点があるという、まあ、はっきり言うと、バカだと、その国家という概念自体がですね、国家という概念自体のバカ性に、我々は脅かされていて、で実際今、あのー ウクライナで起こっることはひどいことですけどもっとひどいことって起こる可能性があるわけですよ、つまり全面核戦争で人類が破滅するってこともあるわけでやはりもう我々国家ってそんな大したもんなんですかということをいかにアナきキーの文脈ではない形で、えー、と考える、えー、となんかそういう、えー、ところに来てるのかなとつまり国家主権とかあるいはま,ましてや、ね、国家のリーダーは選挙で選ばれるてとて言っているけども、まあ、今回のプーチンさんみたいに。 まあはっっきり言って人格的に問題がある人も選ばれちゃうわけですよね、国家のリーダーってのは、別に選ばれたかって、その人がじゃあ、大統領だったら核のボタンを押す権利があるのかって、それも完全に変でしょ、正直言うと。だから、そもそも国家というものの成り立ちを真剣に反省すべき時がは来てるんだろうし、それからその、えっと、自然状態でいると、えー、人々は万人の万人に対する闘争に落ち込むっていうことだって、本当かどうか分かりませんよね。 で、それについてはいろんな研究があるし、いろんな、まあ、説がありますが、少なくともですね、えっ、ー、と、今の国家のような強力な軍隊を持って、あの、まあ、防衛という名のもとに、他国の人を、えー、何回もはめさせられるような核兵器を持っているような国家っていうのは、明らかにおあのお大きすぎるっていうか、真逆に合わない。だから国家という概念自体が、そもそも根本的な脆弱性と、 愚かさを内包しているということは、我々はちゃんと論理的に、えー、緻密に分析しなければいけない時期に来ているんじゃないかなと思います。